ございます。 FM 那覇より生放送で、失礼いたしました、収録でした、ごめんなさい。 FM 那覇より収録でお届けしています、シャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間光です。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。おはようございます。生放送とね、つい言っちゃいましたが、そうなんですよね、この最近はずっと収録で番組お届けしています。コロナということもあってですね、できるだけ、自粛も控えながらという行動はしているんですけれども、一番の理由としてはやっぱり三男くん、子どもたちが今学校お休みということで、三男くんもデイサービスが利用しているんですけれども、デイサービス利用じゃない日もありまして、ちょうど、木曜日ですね、デイサービスの利用日ではない日に当たっていまして、やっぱり子どもを見ないといけないということで、そしてね、こういう状況ではなければまたこの FM 那覇に連れてきて一緒に放送とか、ね、楽しい、お届けもできるのかなと思うんですけれども、やっぱり今はもう本当に自粛自粛となっておりますし、子どもの健康面、周りとの、皆様とものね、健康、感染予防ということで、やっぱり家からあまり出すことがないので、もう本当に家にいることが多いかなと思います。そんな中で、三男くんも見ないといけないということで、収録となっております。収録の理由の説明するのが長かったですねということで、もう今はね、ずっと収録でのお届けでにはなっていますが、本当に聞いてくださってる方ありがたいなと思います。いつも聞いてくれてありがとうございます。さあ、そんな自粛なんですけれども、皆さん何か自粛中に楽しまれてることありますか？私はですね、今お友達がですね、2週間ダイエットということで、ヨガとトレーニングの動画をね、2週間集中してやろうっていう、インスタグラムでの呼びかけがありまして、あ、ぜひ私もやっぱりね、家にいる時間も多いですし、トレーニングをする時間っていうのもなかなかないし、また一人では私はこの、知識もないですので、やっぱりプロの方の動画を見ながら一緒にやるっていうのは、あ、すごくいいなと思って、行ってます。ちょうどね、1週間、今収録なんですけれども、ちょうど1週間経ちました。そして2週間なので、この放送を、お届けしている4月30日がね、2週目なので、どんな変化が出てるかなっていう楽しみもありますが、現在1週間ですけれど、いろいろね、もう筋肉痛はもう日々続いてます。昨日二の腕で痛かったと思ったら、今日お尻をいっぱいこう鍛えようっていうことで、お尻が今来てますとか、お腹のね、脇腹の方もちょっとくびれを作りたいなというそういうね、思いもありますしね、そんな感じかな私はね、ヨガトレーニングの動画を見ながら、お家のステイホームを楽しんでいますよ。さあ、あなたはどんなステイホームを楽しんでいるのか、ぜひ教えてください。それでは、今日もお時間までお付き合いお願いいたします。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社の提供でお送りします。沖縄のホームページ制作は楽しいメディアカンパニーへ。皆さんのホームページはちゃんと成果を出してますか？ホームページはあなたの商品サービスを PR して、認知、集客、採用、問い合わせ、購入、売上につながるものであってほしいですよね。そのためのホームページを楽しいメディアが制作し管理いたします。ウェブ戦略のパートナー、楽しいメディアカンパニーをどうぞよろしくお願いいたします。
最初のコーナーは発達障害について知ろうということで、発達障害って何、発達障害の特性、また周りの関わり方や環境づくりなどなど、いろいろな視点から情報、考えてみようというコーナーです。さあ今日お届けするのはですね、発達障害を持っている子どもたちの、まあ、人それぞれいろんな特徴や、行動っていうのはそれぞれあるんですけれども、よくもう私も経験済みですし、よく聞く話の中で困った行動の一つとして取り上げられるのが迷子です。迷子、これはね経験ある方本当に多いかなとは思います。よくあるのが、まあ、スーパーやデパート買い物に行った時ですよね。そういった時や、あと家から脱走なんてこともあるんですよ今だから笑えますが、笑い話にできますが、その時はねもうどうしようっていう、もうテンパり感半端ないですけどね親はですが、これはねやっぱり小さい時、あと、まあ、成長に応じてですけれども、やっぱり年齢関係なく、大きくなってからもやっぱりあるのかなと思います。小学校低学年高学年でもある話なんじゃないかなと思いますが、この迷子、じゃあなんでねこの子たち迷子になるのかとか、スーパーやデパートに行って一人で突っ走って行っちゃうのかっていう、そういったことはやっぱりね、まあ、私が思う話だとか、あと聞いた話、まあ、本とかでも書かれていることはね、やっぱり、子どもたち嬉しいって、このスーパーお買い物に来れたっていうね嬉しさや、あともうデパートなんてゲームセンターとか、子どもにはもう本当にもう宝の宝庫ですよね。おもちゃコーナーがあったりとか、もう一度行ってるからここには何があるっていうのがやっぱり分かるんですよ。なのでね、もうこの子にとって目的はただ一つ、そこへ行きたいっていう、その気持ちがどうしても勝って、もう周りの声なんて聞こえないし、周りなんて見えないしっていうような行動が見られるのかなとは思います。なので、今日買い物に行くよ、一緒に行こうねって言って行くんだけれども、もうこの子が急に目を離したらいなくなってるとか、三男くんもね本当に何度あったかな、何度もね本当に何度もありました。ゲームコーナーまではじゃあ一緒に行こう、行ってよし終わったね、じゃあ次はお母さんのお買い物に付き合ってよ、一緒に食品館へ行こうねって言って、それでもね本人の中ではまだおもちゃコーナーで遊びたいけど、本人もどうにか頑張るんですよ。でもじゃあ食品コーナー行って、おやつも一緒に買おうって言ったら、今度この子の中で目的がおやつに変わるんですよ。わかりますか、おやつに変わったら食品館にはお菓子コーナーがあるんですよね。だからもう頭の中では次は食品コーナーに行く、そこのお菓子コーナーへレッツゴーみたいな、もうその気分になってるのでまた行くんですよ。それで、まあ一人で行く時もあれば、一緒にちゃんとね食品コーナーまでは行ったものの、もうここまで我慢してた気持ちを抑えきれず、もうそのままお菓子コーナー行くとか、で分かった、じゃあお菓子コーナーで待っててよ、もうその間に私お買い物しようってパパパパパって買い物して、オッケーお菓子コーナーに行ってみようって言ったらいない、どこ行ったっていうね、もうそういうのも本当によくあります。なのでね、子どもたちのねこういった迷子になるっていうことはね本当によくある話だなって。あとね、本人、この子本人もね迷子になってる意識なんてやっぱりないことも多いんですよ。だから言葉が話せる子とか、なんだろう、三男くんの場合はこういう言葉にしてね表すことは、苦手ですけれども、本人が迷子になってる意識がない子どもたちにとっては、もしお母さんがもうどこ行ってたの、こんなところにいてずっと探してたんだよってこっちがね心配そうに話しても、この子迷子になってる意識がないので、え、なんで、なんで探してたの、だってここにいるよずっとっていう意識なんですよね。なのでもうお母さんからしても、いやいやいや、これをね
迷子と言うんだよって言うんだけど、本人は特に周りに心配をかけてるこう、気持ちもなく、自分はここに来たかったからここに来ただけで、ここにいるってお母さん分からなかったのっていうようなね、そういったと、思いもあるそうです。でまたこういった時にね、大変っていうか、言葉が話せない子、三男くんもですけれども、自分の気持ちを表現、が苦手な子に対しては、自分が今どこにいるのか分からなくなった、そういった時に周りに助けを求めるっていう、こういった行動がねできない子もやっぱりいます。だから一人でずっと同じところをうろちょろうろちょろして、それで周りがえもしかして迷子かなって、どうしたのお母さんたちと離れちゃったのって言っても、この気持ちを表現できないので、なんて言っていいかわからないから喋れないとか、あとはもう誰かに助けを求めようっていう意識はあるんだけど、お母さんがいないんですっていう言葉も言えなかったりとか、だからなんて言っていいかがわからない、だから周りに助けを求めることが難しかったりするっていうようなね、本人の、ちょっと難しい不安な気持ちもね、大きい部分っていうのもあるんじゃないかなとは思います。あと家から脱走もねありますね。三男くんの場合は 2,3 歳だったかな、本当に小さいんですけれども、本人の中で家から出れる嬉しさなんでしょうねきっと。そしてこの家の近くはもうだいぶ自分の中で把握できているので、あの時はねもう夜も関係なく昼も関係なく出ていきましたねもう気づいた時にはいない、どこを探してもいない、あって警察にお世話になったこともありますし、たまたま、同じ保育園に通っている保護者があれこの子って見つけてくれて、通報してくれたりとかね。そしてねまたすごいことに、三男くん警察に、通報して、助けてもらった時があったんですけれど、家にね警察官とこの子が来たんですよ。それをちょっと警察に聞くと、この子は何も話せないけどこの子がずっと走っていくので、それをついてきたら家にたどり着きましたよっていう、あこの子家はちゃんとわかるんだっていうね、そんなこともあったなと。今はね家から脱走するっていうことは少なくはなりましたけど、デパートとかそういったスーパーに行った時は今でもやっぱり迷子になること多いんじゃないかなとは。迷子というか急にいなくなるね、私たちが追いかけて本当に大変な思いっていうのはねよくありますね。そんな時に対策としてですよ、している私がしていること、それはですね事前に、約束はしています。例えば今日今からお買い物へ行くよ、そして車から出る前ですよ、今からお買い物へ行くよ、お母さんは夕飯の買い物をねするから、お菓子を買うんだったら一緒にお買い物をして、最後にお菓子コーナー一緒に行こうねとか、あとはお菓子コーナーに行って一緒にお買い物しようねとか、そういったことをねやったりします。あともう私もやっぱりもう急いでる時とかは、じゃあ三男くんお菓子コーナーにいててよ、お母さん買い物してこっちに戻ってくるからここで待っててねとかね、そういったことをするようにはしてます。ただやっぱ調べてみると、こういった事前に約束をするこの一連の流れをこの子にまず伝えておく、きっとねその通りにはいかないと思います。ああやっぱりいなくなったとか、そういったことはあるかもしれませんが、でもこれってやっていくことにゆっくりゆっくりだけど、その子も意識するようにはなると思うんですよね。もし例えば迷子になった時にも、あの時こう言われたって気づく場合もあると思いますし、ただそういうことはね、伝えていくことがやっぱり大事なんじゃないかなと思って、そういったこともしてます。あと聞いた話によると、言葉が喋れる子とか表現できる子に対しては、もしお母さんとはぐれたり、迷子になった時はもう大きな声でママーっと叫んでねってこの子に教えたそうなんですよ。なのでいなくなったどうしようと思った時にママーって声が聞こえたら、あっちにいるって親も気づきますし、
まあ恥ずかしいですよきっとその時は。でもいなくなって本当になんかね事故とかになるよりはいいじゃないですか。なので、その子が大きな声でママと叫ぶとかね、自分で助けを求めるこの意思を、示すような行動を教えてあげるとか、そういったこともやってた、やってたということをね聞いたことがあります。あとはヘルプマーク、ヘルプマークわかりますかね。あのね、市町村とかでももらえたりするんですけれども、そのヘルプマークをね、名札のようなものがあるんですが、それを身につけておく、カバンにつけておくとか、あとまあ、この子の手作りとかでもいいと思うんですよ。手作りのバッジとか名札でもいいですし、例えば三男君もあるんですが、この子は知的障害の重度があります、一人でいるのを見かけたら声をかけてくださいとか、あとその中に、ここに連絡をお願いしますとか、そういったねヘルプマークをつけたりはしています。あとは目立つもの、これもね私もやってますね。目立つものを身につける、今日出かけるんだったら真っ赤な、本当に真っ赤な服をつけさせようとか、いなくなってるすぐ分かるからね、帽子をかぶせるとかね、何か本当に目立つような格好をさせようっていうことをたまにしますね。カラフルな色かな、出かけるときにそういったことをすると見つけやすいっていう、公園とかでもしますね。本当に子供たち多い中で、どれだったかなって、でお兄ちゃんたちにもいた、三男くんいたってなって、今日何色の服つけてたっけっていう、なんかねそういったこの合図をしながら一緒に探すとかもできるので、これはねいいんじゃないかなと思います。あとやっぱりもう GPS っていうのも今はねありますので、その GPS を持たせるとか、このスマートフォンとかちっちゃい子供用の携帯とかあるじゃないですか、そういったものにも GPS ってあるので、それを身につけさせる、もっともっとやっぱ高学年大きくなっていって中学生とかになるとね、そういったものを身につけさせるのもいいのかなと思います。もうこれってねやっぱり福祉のこの業界では、障害関係なく認知症とかね、やっぱりこの高齢者にもそういった GPS ってつけさせるとか、持たせるというのもねあるので、迷子にやっぱならない一つの手段としてはいいのかなと思います。なので、よくある話、その中でも何か対策はきっとねできるはずなので、ぜひ、今日のこの対策は参考になったものがあったかな、わからないですがまあ私も取り入れてることありますので、ぜひぜひこれよかった、やってみようって思うのがあれば試してみてください。はい、今日は迷子、よくある困った行動の一つで迷子をお届けしました。戦隊三男レンジャーということで、このコーナーは知的障害重度と診断された、8歳になる小学校3年生の息子、三男くんの最近あった出来事のお話です。そうだよね、8歳だね今ね3年生にもなった8歳の三男くん、最近、ひらがな、そして数字はもう読み書きはねできるようになりました。でもまだなんて言うんだろう、丁寧な字ではないですよ。だけどそれでもねやっぱり書けるようにはなったし、またそれをね読めるようにもなりましたね。なのでよく私が最近やっていること、生活の中でなんか私が意識してこれ何ってちょっとね読ませてみようっていうのはやるようになりましたね。看板の字とか、外歩いていると看板の字を見て、あ、ひらがなで書いたらなんて書いてるとか、一緒に一文字ずつ読みながら、そしたら読めるので、そうだねなんて書いてたって、もやっぱまだ文章としては読めないので、この一文字ずつを読んだ後に私がそれを文章として読んでみるとか、そういったことをね意識してやってみると、三男くんも楽しいみたいで、看板を見つけてはそれを自分で読むようにはなったんですよ。またそれを私に教えて、これはこれはって言ってこう聞いてみるとかね、あ、これすごくいいなっ
ていうのはね私も発見です。あと数字になるとやっぱ時計とか、まだこの針の時計は苦手なんですけれども数字が読めるのでこのねデジタル時計はやっぱり読めるじゃないですか。なので三男くんに今何時って聞いて何時はわからないですけどなんて書いてるって言ったら9と5と6とかあじゃあ9時56分だねって言ってみたりそういったことをするようにはなりましたね。あとあのカレンダーも数字があるので今日は三男くんも聞くんですよ。今日は何曜日何日とか天気はとかこれ学校でやってるんだろうなと思いますがそこで今日は30日木曜日ですってね3と0は30だよとかそういったね、この勉強だけじゃなく生活の中で一緒に楽しみながら何かを発見しながらね、学ぼうっていう意識は私も出たかな。それがね三男くんにとってもすごく楽しみになっているようなので良かったのかなとは思います。なので、生活の中で、意識しながら一緒に楽しみながら勉強をしているかな。勉強になるのかなまあ日常生活の中でね一つずつゆっくりだけど、習得できればなと思います。沖縄ってこんないいものが生まれてるんだ。沖縄から生まれたかわいいもの、面白いもの、きれいなもの、優れたもの、あなたの生活を彩る沖縄、つい人に勧めたくなる沖縄がここで見つかります。6月19日グランドオープン、イーアス沖縄豊崎1階ザ沖縄ショップであなたのお気に入りを見つけてください。いつ行っても新しい沖縄があなたを待ってます。さあ今日もエンディングやってきました。早いですね。そして早いといえば今日はもう4月30日ということでもう4月も今日で終わりです。明日からは5月。早いですね。なんかこの3月4月はいろんなことがあって、長いのか短いのかちょっとわからない、月にもなってるのかなと思いますがただね4月もう終わりか一月終わるんだなと思ったらちょっとやっぱ早いのかなと思いますがさあ新しい月まだねいろいろちょっとこう見通しが立てれなくて先がちょっとまだ読めませんがそれでもねやっぱり月日は流れていきます。一日一日みんな同じようにやっぱ時間はありますしその時間をねどういった過ごし方をしようってそのね気持ちをやっぱ捉えるだけでも、日々の生活が違うのかなとは思います。一緒に支え合って一緒にね助け合いながら今は、頑張りましょう。私からエールは本当に一緒に本当に乗り越えながらですね、新しいまた未来へと向けていけるように進んでいけるようにそして今本当に私たちのわからない場所で想像を超えるような戦いをしている方たちもいます。本当にその方たちにもね、エールを送りながらそして感謝も伝えながらまた私たちができる時にはそこをね一緒に支え合いたいなとは思います。あなたにも何かできること必ずあると思います。なので私はそうですね日々笑顔で過ごせるようにしたいなと思います。そしてトレーニングこのね2週間ダイエットも30日の今日では終わりますがせっかく続けてるこのトレーニングなので、これを機にねちょっと意識しながらもっともっと、体をいじめながらそして鍛えていきたいなと思います。あと料理とかもね皆さん楽しんでやってる方もいますがいろいろね SNS でもアップされていますけども本当にそれぞれが楽しめることってあると思いますのでまたできることもあると思いますので一緒に本当にこの時期、先はちょっと長いと思います見えないと思いますが乗り越えていきましょう。
本日もお時間までお付き合いありがとうございました。それではまた来週10時30分にお会いしましょう。パーソナリティは城間ひかりでした。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社の提供でお送りしました。